はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョです。今回ですね、第2回ブロックスフルーツクイズ大会やっていこうかなと思います。パチ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 、イエーイ。こちらの企画ですね、まあ第1回やったんですけれども、今から皆さんにはブロックスフルーツに関係するクイズを出してもらいますと。プロフル海賊団のクイズを出す人もいるのかな。まあでもまあ理想はブロックスフルーツ内のクイズを出してください。で、前回は確かファースト C までだったっけ、ファースト C までのクイズを出した気がするんですけど、まあ今回はまあ視聴者もいるっていうことで、あのもうどこからでも OK です。もうサード C から出しても OK、 セカンド C でも OK、 ファースト C でも OK、もうブロックスフルーツ内にあるもう全てのものからクイズを出して OK というルールでやっていこうかなと思います。で、前回は個人戦だったんですけど、今回は4海賊団で競い合ってもらうという形になります。チーム海軍、チームヌーブ、チーム天才、チームホットって感じですね。クイズの答えを海賊団ごとに決めてもらって、で、代表者が一つ答えを出すと、それで1ポイント、4海賊団に入っていくというような形になります。負けたらどうなるのか、どうする。いや、決めてない。ホットドッグ送りってマジで、そのレベル感でいく。結構ガチガチなやつになっちゃうよ。いいのそれで。そう、ホットドッグデメリットないじゃん。じゃあ、ホットドッグが最下位になったらどうする？あ、まつき、決めていいよ。あ、一人あげる？三海賊団に振り分ける？参加してる人全員バーしますって。じゃあ、全員いなくなるじゃねえか。わかった、じゃあ、これにしよう。1位の軍団と最下位の軍団のトレードでいいんじゃない？なら。まあまあ、それでもいいよ。ブギウギ、まあね、呪術回戦はいいんですよ。はい。わかった、じゃあ、トレードにしましょう。いきなりバンとか、ホットドッグに片方だけ送り込む申し訳ないんで、まあ、1位の人がもしもよろしかったらトレード機能、いらない。でも OK。任せます。1位の人に判断は任せます。ということでやっていきます。はい、じゃあ最初が、ヌーブ海賊団に出してもらいまして、各海賊団、だいたい5問から6問ぐらい出してください。で、まあ、難易度的には、まあ、簡単、普通、難しいみたいな。問題を出すたびにちょっと難易度を上げていただけると嬉しいです。はい。ということなんで、じゃあ、まず、ヌーブ海賊団の、こっちの前の方に来てください。ここ、俺んとこね。で、俺こっちに座るわ。さあ、ヌーブさん、どうですか？あなた関係ないよな、マスキさんね。なんか一人いるけど。はい。どうですか、サンゴパイセン。考えてきたぞ、ということで。じゃあ、いいよ、サンゴパイセン。第一問！デレレーン！テト君、お願いしますって。画像を貼りました。オッケー。なにこれ。ヌーブ海賊団におすすめする悪魔の実は何でしょうか？難儀。はい、皆さん考えてみてください。答えがまとまったら、せーのでオープンしていきますね。あ、僕が言うわ。ホットドッグオープンみたいな。なんで、裏のグループで答え考えてください。で、代表者一人が書く準備してください。うちのグループコミショすぎて、それやめて。ホットドッグ。ホットドッグ話して。てか、今日来てないんじゃない？ホットドッグそもそも。いるの？裏には。裏にいるの？人は、ちゃんと。じゃあ、まず、海軍から行きましょうか。キロキロ。はい、わかりました。天才軍。キロ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 。はい、キロキロ。はい、じゃあ、ホットドッグいける？キロキロと。全員キロキロ？はい、じゃあ、ヌーブ海賊団答え、どうぞ。悪魔の実なんていらねえでしたー。意義ありって。何？ナオくん。ヌーブ海賊団って悪魔の実使っちゃダメじゃん。おすすめでしょって。おすすめの悪魔の実は何でしょうか。だから、海賊団がおすすめするのは人の自由だねって、テト君。確かに、おすすめだから、そうだね。各海賊団がキロキロおすすめだよって言ってるわけじゃん、テト君。あれ、これ別にあれなんじゃないの？もしかして人の権利を否定してるって。これちょっとあれですね、クイズの出し方に問題があるんじゃないんですか？検討しますね。今答えろ、お前。検討してたらどうなるんだ、お前。何点になんだ、お前。おい。正解で、はい、正解。はい、じゃあ、全員正解。だからこれは何の実答えても OK ってことですね。こんな感じです。だから、全員に今1ポイント入ったという形になります。はい。じゃあ、この調子で第2問、ちょっとブロフル関連のクイズ聞きたいですね。海賊団ってよりは。じゃあ次、ゴッドキャットくんが出題するみたいです。はい、どうぞ。パッパカ行こうね。はい、第2問。デレレーン。現在、悪魔の実は35個ありますが、その中でも真ん中にある悪魔の実は何でしょう？順番的に真ん中？どういうこと？真ん中ってあんの？ほうほうほうって、みんなには伝わるのか？答え見るなしね。
ちょ、皆さん、あれ考えてください。な、例えば、どういう問題なのそれ。ちょっと待って、ヌーブ下手じゃないか？ねえ、ヌーブ海賊団下手すぎん問題考えんの。なに、真ん中って何？真ん中って。何基準なの？価値的だって、価値だって価値。はい、皆さん考えてください。答えは見ないでくださいね。だから一つ悪魔の実を答えてくれと。あ、ショップだよね。ショップで多分キロキロが一番安いんでしょ？例えばだけど、一番安いの。ここなら分かりきってるじゃん。例えば、そういう感じ。そういう感じ。その中での真ん中の価値のものは何ですからって。はい、お願いします。余裕すぎてリリさんみたいにハゲてしまう。はい、じゃあ、まず天才くん。考えましたか？皆さんで。いいですよ。一つ出してください。マグマグ。あー、確かになんか真ん中っぽそうだね。確かに。真ん中っつったらそこらへん。いっちゃないって。いったれ、ナスって。はい、ナスくん。いいよ。バリバリ？バリバリってそんな真ん中の価値のあるもんなの？ああ、でもそうか。ショップだったらあるのかもしんないのか。はい、わかりました。じゃあ、海軍。グラグラ、ありそう。ありそう。ゴッドキャット、ベックマン。いいですか？回答は？正解。何ですか？正解は、マグマグ。ほんとそれ？はーい、死ねえって。はーい、天才軍。え？ってなんだお前。え？って。ほんと？ってお前、あ、わかってたんじゃねえのか、お前。ホットドッグと海軍は惜しかった。マグマグの前後？嘘？そうなん？これから上から1、2、3、4、5って数えていくんだね。で、待ってみるわ。ほんまやみんな！バリア、マグマ、地震。ほんまや。バリア、マグマ、地震、大仏。メロメロってなっていくわ。ガチか！すごいね。やっぱある程度ブロブロをやり込んどくと、そこら辺の感覚分かってくんのか。マジで悔しいって。まあ、当たらないと意味ないよねって。お前、後でお前地獄見るぞ、タヌキお前。大丈夫か？はい。さすがです、天才くん。あ、今日ちょっとラドンさんいないんですけど、はい、新人だけでやってますよ。じゃあ次、第3問。デレレレーン。今回は、ちょいむずの問題を出しました。あ、考えましたね。あ、いいですよ。みんな大好き、グレートツリーにいる。ボスのキロ提督のレベルは何レベでしょうか？うわー、出ましたね。サード C にグレートツリーっていうマップがあるんですよ。まだ行ってないんですけど、動画では。そこにいる、ボスのレベルは何レベかと。だから皆さん逆算で行きましょう、逆算で。ね、スタートが1500と。そこから、グレートツリーに行って、ボスは何レベですかと。あー、ちょっと微妙なライン行くね。何番目の島かっていうところから逆算して考えてください。じゃ、どうぞー。じゃあ、海軍から。海軍、何レベですか？キロ提督。じゃあ、これ、一斉にオープンしよっか。はい、じゃあ、天才軍、ホットドッグ、海軍、全員オープンでいいですよ、答え。タヌキチーは天才軍が1750。で、ホットドッグ1775。で、海軍が1750。わー！ホットドッグだけちょっとずれました。25レベルずれました。なので、ここどうなっていくのかということなんですけれども、てるるさんどうですか？正解は、でけ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 でーん、でーん。1750！ 海軍と天才軍、カンニングして、自分のチームが間違ってるからってそんなこと言うな、お前。おい。そこら辺はお前、暗黙の了解で誰もカンニングしねえだろうが、お前。どうやってグレートツリーまで確認しに行くんだ、お前。はい、ということです。ちなみに、ゴツが即答だって。おー、いいね、ゴツくん。あれ、アヒルの頭だよ、アヒルの頭。じゃあ次行きましょう。そう、3号パイセンがあるらしい。なんか停電したらしい家が、今。なんか知らないけど。ヌーブの人代わりに誰か出してください、問題。俺が3号に代わって、俺がやってやるよって。あ、代わりにね。あ、よろしく。ほら、ヌーブー、ほら、3号パイセンの代わりに天月くんがやってくれるだって。最悪やんって。何や、今何問目だ？次、4問目。第4問目。デレレレン。天月が、さっき食べたものは何でしょうか？知らねえよ。プロフル関係ねえんで、まあ、いや。まあ、スペシャル問題として考えましょうか、じゃあ。スペシャル問題として。3点だって。あ、いいよ。やっぱ差がつかないとね、いけないもんね。わかった、じゃあ、3点入ります。はい、各海賊団考えてください。ヌーブの方も考えてください。あれ、ヌーブ誰もいなくない？マップに今。はい、マクドナルド。ドッグフード。お前、結果売ってんだろ、お前、マツキ。お前、知らねえからな、お前。お前、本気で言ってんだろ、お前な。ホットドッグは3人制度でお答えください。ホットドッグいいよ。カップ麺、カップ麺。はい、わかりました。天月さん、じゃあ答えは何ですか？あ、ナス君は肉か。カップ麺、カップ麺、肉。はい、ということで、正解はカップ麺、ホットドッグに6点プレイなわけないよね。でもほら、ナス君ミスってるからダメだよ。
ナスくんが代表者でしょ。はい、ナスくんが肉って答えてるんで不正解。全員不正解。ナスバンデって。絶対裏で教えただろうって。でもナスくん、じゃあなんで肉って答えたの？え、あまつき裏でさ、教えたんだったらなんでナスくん肉って言ったの？強靭ムーブってこと？わからねえって。お前、おかしいだろうが、お前。おい。お前、それだったら全員カップ麺で統一戦といかんじゃねえか、お前。強靭すぎるって、はい。はい、ヌーブ海賊団3号目線帰ってきました。ということで、気を取り直して、第何問目？ 4 問？サード C でゲットできる、この、おでん二刀流の2個目の技の最大溜めダメージはいくつでしょうか？統計は2258、装備をなしとします。あ、これは皆さん4択問題らしいです。ディスコード、1、4421、2、3930、3、4604、4、4520かな？の4択問題なんで、皆さんは1、2、3、4の数字で答えてください。ちなみに3個目線何の技なんですか？ちょっと技使ってもらいます、ここで。はい、この技です。この技が、2258のステータスだった場合に、どのぐらいなのかを予想してみてください。はい、だからこれ数字答えるだけだよ。相手の統計によって変わるだろう、だって。じゃない？相手のさ、防御力とかで変わってくんじゃないの？わかんねえけど。ナス相手だとめちゃくちゃ変わります、だって。懸賞金とかでか、あ、そうか、懸賞金でなんか防御力がうんたらかんたらとか聞いたわ。え、さこめさん、これ、それどうなんですか？大丈夫か、この問題って。かなり欠陥問題じゃない？自分のサブアカに試した、トントンの。最初に言えよ、じゃあ。最初によ。叩けばホコリが出るみたいな。曖昧すぎるだろうって。叩けばいくらでもホコリ出てくるぞ、この問題。いいから答えるって、はい、はい。じゃあ、3海賊団全員オープン。1から4の数字答えて。はい、天才軍が2、ホットドッグ2、2、あ、全員2、3930、まあ、わかんないよね。はい、3号パイセン、これ答えは何ですか？正解、1ドス。はい、1の4421、わかるわけないよね。これ、クイズじゃなくて、しょうもね、直感だよね。ファースト C とサード C ではできて、セカンド C ではできないことは何でしょう？あ、いい問題。え、そんなものあんの？はい、各海賊団考えてください。え、わかんないな。いや、パッと出たのがレイド？レイドかなと思ったけど、レイドはファースト C じゃないもんね。サード C とセカンド C だもんね。はい、みたいな形で皆さん考えてください。俺もわかんねえって。ゴッドキャット多分このサバで言うと全員に見られちゃうよ、ゴッドキャット。ゴッドキャットそれ、もしもそれ答えだったらもうかなりのトロールだよ、それ。それ正解だったら。あれ今全海賊団がそのチャット見てるからね。はい、ということでじゃあ答え合わせいきましょう。じゃあ3海賊団全員オープン。あれやろあれ。見消すやつやろって。はい、これ海軍。ホットドッグ。多分間違ってると思うけど、悪魔の実を消すやつかな。はい、天才軍。実を消すやつかな。余裕ですね。ほら、まさかとは思うけど、ヌーブ海賊団の SK ゴッドキャットが、ディスコードで答えを先に言っちゃったりとかしてないと思うんですけど、それでは、ブリ君、答えお願いします。さあ、SK ゴッドキャットがなんかわけわからんこと言ってたんですけど、どうでしょうかブリ君。どうですか？ファースト C とサード C は身を消すことができるけど、セカンド C では消せないでした。ということで、3回とかでは正解でーす。なんかみんな詳しいね。なんか他のね、とあるなんかヌーブ海賊団とは違ってさ、いやー自信なかったけどよかったなーって、さすがアバツキさんですって。さすがみんな、やっぱそれだけブロフルの愛があるってことだね。はい。じゃあ、ブリ君まだある？もうない。はい。ということで、以上、ヌーブ海賊団でした。以上。じゃあちょっと今のま、今までの点数出してください。今5、6問ぐらい出たと思うけど、今自分の点数何点ですか？ホットドッグ2点。天才軍3点。4点。どっちや？ほとんど？海軍は？海軍はって、お前らじゃ海軍は。なんで覚えてねえんじゃお前。海軍2点。本当？本当か？本当やろね。あ、一応海軍2点らしいです。だから、天才軍だけちょっと今4点で有利になってる状態です。じゃあ次。はい、天才軍の人が次出題者になります。オッケー。はい。ということで、天才軍、出してもらいましょうか。なんかね、今4問考えてるらしいんで、一旦4問出してください。どうですか？難易度的にはちょっと高めですか？ちょっとユニークな問題が出てるんですか？大丈夫ですか？最初はまず、何？簡単なところから詰めていったと。ではではでは、じゃあ、お願いします。天才軍。第1問。デレレーン。はい。これ皆さん、画像らしいですね。画像があります。見ていきます。あ、かわいい。はい。第1問。デレーン。ヒドラタウンのボスの名前は何でしょう？え、これ何？これ、たぬきちくんが書いたのこれ。
問題ででーんって、いよーって、はい、笑う、タヌキいますよ。1、アイランドエンブレス。2、アイランドエンプレス。3、アイアントエンピラフ。なんや、アイアントエンピラフってなんだお前。うん、で、4番はない、あ、3択問題ですね、これ。5分で作ったから雑だーって、はい。これ簡単じゃない皆さん。これ1か2か3答えるだけですよ。これも一瞬でできそうな気がするんですけど。はい、ということで、じゃあ、これ、じゃあ全員オープン。回答、数字書いてください。各海賊団。ホットドッグ2。ヌーブ1。はい、海軍2。はい、分かれましたね。はい、ということで、サネキチ君、回答お願いします。正解は、デケ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 デー、2のアイ&エンプレスです。ということで、はい、ヌーブ不正解。はい、リーダーがいなくなった今、ヌーブ君大丈夫か？怪しいですな。はい。ということで、残りの2軍団に点数が入ります。だから、プラス1点しといてね。3を選ばなかったのが意外だって。アイアントエンピラフ。ピラフは誰も選ばんわ。はい。ということで、次もできてます。問題。デレレレ。片栗を出すため、何人の NPC を倒しますか？あ、これ、ウゴくんが考えた問題みたいです。1、500人。2、5000人。3、5万人。4、5億人と。の4択です。皆さん考えてください。これ全部今回、多い多いって。これも簡単？はい。ということで、たぬきしさんはいいんですか？天才くん。全部選択式じゃん。1から4ってもう4分の1で当たっちゃうよ。いいよいいよって。これから難しくなる。地獄を見るね。出なさそうなの？怖いね。なんかそのニッコリスマイルで言われると怖いんですけど。はい。舐めるなよってね。ウゴは何もいいやって確かにね。お前どの立場で言っとるんやお前。おい。はい、じゃあ回答全員オープン。どうぞ。はい、ヌーブ1、ホットドッグ1、海軍1、はい、全員1です。ちゅうことで、たぬきしくん正解は？ああ、もう正解だよって。当たりって。まあね、なんか素人でもわかりそう。5000はなくねえかみたいな感じで。まあ全員、なぜ4を選ばない？選ぶわけねえだろ、5億体なんてよ。ぬるくね、天才軍。え、こんなんでいいのみたいなね。ちょろすぎるよね。はい、じゃあ、第3問目行きましょうか。はい、次の問題。デレレーン。RIP インドラのレベルは何レベルでしょうか？ 1、2500。2、5000。3、7500。4、1万。はい、よーって、はい、タヌキチ出してます。RIP インドラ、だから、ワンチャン視聴者もわかるよ。ブロックスフルーツサード C 編が始まって第2話か第3話かな？あたりで、天才軍がネタで RIP インドラ倒しましょうってやってるんで、そう、動画でレベルは出てるはずです。あ、皆さんこれ視聴者もわかるんじゃないんでしょうか。ちょっと悩む。あ、悩むのこれ。悩むの本当に？ここからは少し難易度が上がるよって、本当？なんだその声はって、お前の声じゃ。お前の、なんかドラえもんみたいな声で行くって言っちゃうねえか。お前の声じゃ。俺ドラえもん推しなんだけど、侮辱してねえよ。はい、ということで皆さんじゃあ、3海賊団、回答オープン。はい、海軍2。はい、ホットドッグ2。ヌーブは2。はい、5000レベルということで、たぬきしさん答えは2番でーす。はい、楽勝。4択問題とか楽勝だよ、たぬきち。4択問題じゃなくて、これは何ですかっての書かせないと多分全員答えちゃうよね。RIP インドラって5000なんだ。だってさ、今のさ、あれじゃない？俺らのレベル帯で2500レベルぐらいじゃん。2450じゃん。それを超えてくるの？ RIP インドラって。2倍のレベルな、レベル帯なんやな、ボスは。サード C の。次は、はい、何ですか？ 4 問目だけど、超むずくした？最終問題だけ難しくしてるパターンね。4択でも、答えられない問題？それ大丈夫なの？はい、じゃあ、たぬきさん、問題お願いします。はい。たぬきちからの問題。長男も探せ、天才軍はどこ？ヒドラ編で最初に見つかったら誰ですか？ 1、たぬきち。2、たぬきち。3、発情の弟。4、たぬきち。はい、どれですか？これ、プロフルクイズじゃねえだろうが、これ。これもなんか、さ、一言余計なのがあるよね。超難問。じゃ、3海賊団、回答お願いします。はい、2、4、1ということで、はい。だから、1と2と4は、たぬきち、たぬきち、たぬきちと。正解いいですか？たぬきちさん。嘘でしょって。全軍当たったから、そうなんよ、だから。そうなんだよ。だいたいお前が見つかってんだろうが、最初にたぬきが。何って、はい、全員に1ポイント。これだから、騙されてさ、3番の弟くん選ぶみたいな。
あの、甘いからね、考えが。マジで。あのね、あの、簡単すぎ、天才軍。こんなにむず、簡単ないよ、お前。もっとお前、難しいの作ってこい。あと何問か。あの、選択式じゃなくて、記述式考えてこい。舐めるなってな。舐めてもらっちゃ困るぞ。これ、ラドンいたらマジギレしてる。なんでこんな簡単な問題出すん？たぬきちくんって。大丈夫？大丈夫らしいです。はい。じゃあ、どっち行く？次。海軍か、じゃあホットドッグ行こっか。はい、じゃあホットドッグ前行ってください。さあ、次。3海賊団目。ホットドッグ紹介でございます。皆さん、あの、点数の合計でちゃんつけといてくださいね。はい。まあ、天才軍が簡単すぎたんで、ホットドッグ紹介、果たして難しくなるのか簡単になるのか。どうですか、松木さん。難しいですか？問題は。はい。余裕？余裕？本当に？はい、わかりました。それでは、お願いします。答えれない奴には、ブロフルをやる資格がないと、実験ないってことですね。常識問題が出ると。わかりました。それではじゃあお願いします。あ、ナスくんが作ってくれた画像をね。オッケー。サード C に入ってから上げれるレベル。お前画像作ってんじゃねえじゃん、これ。スクショやん、これ。ディスコのスクショ貼っただけやんけ、お前。全然画像じゃねえじゃねえか、お前。ナス、どうなってんだ、お前、おい。画像っていう画像じゃないってことですね。はい、行きましょうか。1問、サード C に入ってからどのぐらいレベルが上げれますかだって。てか、あれですね、ホットドッグイトさん今日喋らないんですか？イトさん、なんかあなた全然喋んないじゃん、今日。何かあったの？ちょっとしょんぼりしてる。え、なんでしょんぼりしてるんですか？ブチギレドッキリが結構効いてる。そうなんです、皆さん。あの、この撮影の前にあの、ブチギレドッキリやったんで、ゆうとくんにね。はい。あの、ゆうとくんが悪さばっかりするんでね。あの、だいぶあの、心に効いたみたいですね。あの、まだ効いてるんだ。はい、皆さん、あの、反省してくださいということで。そんな怖かった？ねえ、そんなに怖かった？本当にバンされるかと思ったって。はい、まあ、ツーナーさせおき。じゃあ、皆さん、ホットドッグ以外の、皆さん、回答お願いします。引き算です、これは。簡単です。海軍、950。はい。天月正解は全員950と答えてます。はい、正解。まあ、これ簡単だね。今のマックスレベルが2450と、サード C から入るのが1500。2450マイナス1500をすれば950になると。はい、簡単です。はい、じゃあ次の問題。第2問目、デレレーン。RIP インドラかな？を召喚するために必要な武装色の色は何色でしょうか？また、その武装色のレア度は何ですかと。はい。ということです。レア度ってどう答えればいいのか、ちょっと僕はわからないんですけど、皆さんわかるんですかね？はい、皆さん答えてください。考えてください。これ、俺も答えがわからない。あ、翡翠しかわからない問題なんだ。なるほどね。難易度が飛びすぎてるって、あ、やっぱ難しい。いいぞいいぞ。これこそブロフルって感じやぞ。これは色はフルネームじゃなくていいよね。だって、本当にそうなのかなーって。オッケー。じゃあ、3海賊団全員、回答オープンお願いしまーす。はい、まず、ヌーブ。白、ピンク、赤。で、レア度はレジェンド。タヌキチ、天才軍だよね。レジェンダリーで赤、白、紫。はい、で、海軍。色は赤、ピンク、白。レア度は全部レジェンダリー。カッコのところは、タヌキチ、ウィンタースカイらしいですね。ということで、天月さん、ヒスイちゃんから答え聞いて答えてもらっていいでしょうか。答え何ですか？正解は、デレレン。白、赤、ピンク。レア度はレジェンド。並びが皆さん合っていないので不正解。理不尽って。これ順番ってあんの？タヌキちゃんあれだよね。ネタのやつだよね。踏むやつだよね。あの、踏む順番、順番ない。じゃあいいじゃねえか、お前。じゃあいいだろうが、並び方はよ。翡翠は白赤ピンクって言ってるから、って。翡翠ちゃんどうなの？翡翠。順番合ってないダメなの？いや、順番合ってなくても大丈夫ですよ。はい、翡翠ちゃん大丈夫らしいです。ということは、天才軍以外は正解。名前は合ってるもんって。紫かピンクか分かんなかったんだもんって。あー、なるほど。なんか、色盲って言うんだっけ、そういうの。あー、じゃあ正解でいいかもしんないね、じゃあ。あ、じゃあ正解でいいかも。ウィンターなんちゃらは合ってるんだ。あ、名前は合ってな。じゃあ正解でいいよ、じゃあ。ごめん。はい、ピンクじゃなくていい。紫とピンクややこしいもんね。はい。正解。じゃあ3回解答正解です。はい。2問目でこの難易度、3問目以降どうなるんでしょうか。次お願いします。3問目、デレン。覚醒片栗を召喚するために必要なお菓子の〇〇〇〇は、ココア何個と何が必要でしょうか。また、敵を何体倒しますか。〇〇〇〇を埋めてください。かつ、ココアが何個。
プラス敵を倒す数をそれぞれ答えてくださいということですね。いっぱいありますね。一問にたくさんあるんよ、これ。一個でもミスったら点数はなしだって。あ、これ一個につき1点とかじゃないの？関東のみ1点、マジで？あ、いやらしい。わかりました。じゃあ、関東のみ1点だって。はい、全員オープン！お願いしまーす。はい、まず、ヌーブ海賊団。ブリ君。必要なお菓子のトロフィー。そして、ココアが10個。で、神のシャリス。で、敵を500体倒さないといけない。これがヌーブ。次、天才軍。必要なお菓子の赤い聖杯は、ココアが10個。そしてですね、敵は500体倒さないといけないと。あれはここは何が必要かは？これ。あ、赤い聖杯とここ、どういうことだ？丸の部分答えてね。はい、不正解確定。はい、海軍。丸の中には、シャリス。シャリスはココア10個と、何が必要？ココア10個とあと1個なんか必要なんじゃないの？で、敵を500体倒す。はい。海軍も答えられてなくないじゃん。ココア10個と何が必要やから、もう1個いるんじゃないの？必要なやつが。これ、答えお願いします。答え何ですか？シャリス、ココア10個、敵500体らしいですが、あ、そうなん？あれ、〇〇〇〇がシャリス？ココア何個と何が必要だから2ついるんじゃないの？多分、うん。あ、翡翠は義務教育を終えて、あ、間違ってるってこと？これ、問題が間違ってるってこと？これ。だから、答えが、わかった。ココア何個必要ですかってこと？これ、この問題は。必要なお菓子の〇〇はココア何個必要ですか？また敵を何体倒しますかってことね。ああ、じゃあ、ココアと、丸の中と、敵を何体倒すかが正解してればいいんだって。じゃあ、もう一回答え書いてくんない？例えば、待って、じゃあ、海軍合ってんじゃない？シャリス10個500、あ、合ってる合ってる合ってる、海軍合ってる、聖杯、ココア熟成。はい、はい、もういい、いいです。はい。で、ヌーブが、シャリス10個500、神のはいるの？これ、神のって。神のは必要ですか？彼女はシャリスとしか書いてない。どうなの？なおくん的には。神のはいる？あ、シャリスだけでいい。神のはいらない。召喚するためには赤い聖杯が必要？ん？って。なんか議論を生んでない。大丈夫？これ。視聴者に叩かれない？あれ、この問題って赤い聖杯もどうたらこうたらって。あれ、大丈夫？これ。まあまあ、いいやいいや。まあ、とりあえず、翡翠ちゃんが正解なんで。はい。あ、待ってって、なんか、出てきた。なんかがおかしいぞって。これはコメント欄に答えを書かせようだって。翡翠がシャリスって言ってんだから、それが正解なんだよ、ゴミ動画って。あれ、言い訳するならって。翡翠ちゃんが正解です。はい。ということなんで、コメント欄で、まあ、正しい答えがあれば書いてください。はい。ということなんで、まあ、とりあえず、あれだね、海軍正解でいいでしょ？どっちにしても。はい、じゃあ次の問題。ナス君、皆さん考えまくって疲れたことでしょう。ということで、休憩がてら、ボーナス甘月様問題です。簡単すぎるので、ミスった場合はマイナス2点。それでは発表します。なんでナス君はマップに入らないの？問題、デレン。サード C でゲットできる剣は何種類ありますか？はい、皆さん。まあ、ブロフルっぽい問題出てきましたね。これ考えてください。課金アイテムも入るかだって。あ、入れないだって。入れなくていいだって。課金アイテムはなしでいいだって。はい、ということでじゃあ、皆さん回答お願いします。三海賊団何種類ですか？テト9、タヌキチ9、海軍が9、天才軍が7、それ以外が9種類です。はい、ということで、あれ？あ、まつき20種類とか言ってなかった？はい、ホットドッグ答えは ?8 種類でーす。 8？ なんかずれてるよみんな。本来の問題は、全種類の刀だったの。はい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 。なるほど。なのに、ナスが勝手に、うん。サード C にくくったせいで、うん。ぐだった。なるほどね。あまつきが問題を確認してるときは、全種類の刀、ファースト C からの、刀いくつですかにしてたのに、いきなり問題を切り替えたんだ。サード C って。それで20種類じゃなくなったってことね。これ8種類なの？答えは。とりあえずじゃあ待って。じゃあ出してくんない？ 9 種類だったら出せるでしょう。ちなみに、タヌキチ、ハロウィンマチェット、タシタ、ヤマ、ダークダガー、キャバンダ、バディーソード、オデン二刀流、1、2、3、4、7種類出してます。でも、他の子たちはプラス2種類あるってことが、これタヌキチのやつコピーしていいから書いてよ。はい、来ました。ナオくん、ハロウィンマチェット、タシタ、ヤマ、ダークダガー、キャバンダ、バディーソード、オデン二刀流、プラスに、日本のフックとトリエントの9種類じゃないかつってるよ、アマツキ。どう？裏ではどうなってる？ 8 種類ってアマツキ言ったじゃん。あ、ナスくん書いてるわ。ナスくんの答え、
トリエント山田下おでんダークダガーハロウィンマチェット日本のフックバディーソード 1,2,3,4,5,6,7,8種類だ。え、何がどうなの。キャバンダ知らなかったです。だってえ、ナス君、じゃあ答えは9でいいの。タヌキチ8、お前間違っとるんよ、お前。どっちにしても。お前7つってるじゃねえか、お前。うん、どっちにしても間違っとるんよ、タヌキ、お前。9ということで、ヌーブと海軍正解。パチパチパチ、おめでとうございます。出題者すら間違えるという形ですね。とりあえず答えは8に設定したいので、皆さんは2点減点してください、だって。まあ、ふざけんな。お前じゃ、ホットドッグはどうなんだよ、じゃあ。そして、このぐだりの責任は、はい、何すか？ナスがすべて取り、あ、ナスくんが責任取んの？今回のくだり。あれ、皆さん、この問題だけすげえ時間かかってんだよ、みんな答えんのに。うん。ナスを番処分にすることで。ああ、わかったわかった。ああ、なるほどね。ナスくんはもう今日でお別れ？じゃあ。きつすぎるって。どうか皆さんの歩行を収めていただきたい。どうこれ2点減点していいかだって。マジかーって。え、これでお別れなの？何の2点減点やって。しなくていいよ。うん、こんなんでバンされたらキリがねえって、お前、おい。しなくていいんだよ、お前。どんだけバンしてんだよ、お前、おい。はい、2海賊団、はい、点数、入ります。はい、じゃあ次の問題、松木さんお願いします。はい、4番目、4問目。あばつきの今のレベルは何レベルでしょう。はい、お答えください。今のあばつきの今いるアカウントですね。あばつき様、このレベルは何レベルですかと。ああいう形です。これお答えください、皆さん。はい、どうぞ。これね、勝ち申したって。お、天才軍いける？あばつき、ちなみにまだ映ってる。はい、ということで、答えオープン！ 2123、2450、2123、ヌーブ海賊団？ヌーブ？大丈夫？ヌーブくん。はい、ということで、答えは何ですか？ 2123！ はい、ヌーブ不正解！帰ってきた時に見えた。今は見てない。はい、ということで、はい、撮影前にちゃんと確認してるかしてないかですね。ラスト、はい、これラスト問題。ホットドッグ紹介で今一番偉いのは誰ですからって。はい、さっきの問題が難しかった分、ちょっとこういうネタチックな問題入ってきました。ホットドッグで今一番偉いのは誰かと。皆さん、これよく考えてくださいね。この軍団はホットドッグ紹介ですからね。間違えた人は気分で減点していきます。わかりました。はい。あばつきの気分で2点3点減点されるらしいよ、今の点数から。これむちゃくちゃだよね。今までのクイズ何やったんやって感じやけどね。はい。じゃあいいですかね。じゃあ3海賊だ。オープン！天才軍、あばつき。ヌーブ、あばつき。海軍は？ラル君。はい。ということで、ホットドッグ紹介さん。まあ、ろくにレベルも上げない僕なんかが偉いわけないよねって。わかった。もういいんだよ、ドッキリはよ。じゃあ、あばつきさん答えお願いします。正解は翡翠でした。え、翡翠ってそんな偉くなったん？え、こんな短期間で翡翠そんな偉くなったの？お前。彼女しかまともな問題を送ってきてません。はい、ということです。なんで今のホットドッグは甘月よりも翡翠の方が偉いらしい。だから翡翠が甘月ホットドッグバンつったらホットドッグからいなくなります、甘月さん。減点していきます。ヌーブ何点減点？君らは5点。本当に、あ、まあわかります。とりあえず聞きましょう。とりあえず聞きましょう。はい、海軍は？キョンシーは添い寝してくれたら限定しなくて、やめろっつってるだろ、お前。お前、この前それで動画上げただろ、お前。おい。じゃあ、10点でって。天才軍は ?4 点。これ、何基準で決めてんの？ということなんで、まあまあ、限定はしなくていいでしょう。ちょっとめんどくさいんで。はい。ということでした。じゃあ、以上。限定するよって、しなくていいです。はい。ホットドッグ紹介さんでした。じゃあ、ラスト。問題のそういった海軍ですね。ここからの5問で決まっていきます。点数変わるかもしれない。2点とかあるかもしれないからね。簡単に、普通に、難しい2の合計6問にしましたと。わかりました。行きましょう、じゃあ。はい。ということで、画像を用意してくれてます。海軍さすがです。第1問目、デレレレーン。ブロフル問題、簡単。新世界の緑ゾーンにスポーンする、原作ではフジトラである、モブのゲーム内の名前は何ですか？これですね。こいつの名前を答えなさい。ということです。ちゃんとした海軍もで、そうだね。海軍に関係してるもんね。すごいすごい。はい。ということで、じゃあ、3海賊団、回答オープン！お願いしまーす。ファジタ、重力邸宅。はい。ということで、これ、答え、お願いしまーす。重力邸宅？正解は、ファジタか、ファジテル。です。ヌーブくん？
重力邸宅って何？はい、じゃあ次の問題。デレレレン。これ簡単だね、最初だからね。何この画像。はい、次の問題。デレン。海軍マントの入手場所、方法は何でしょうか。はい、ということでお答えください。これ何なのこれ。ねえ、オールマイトがいっぱいいたんですけど、はい、お願いします。今日いないから増やしといた。あ、今日いなかったんだ。確かにね、オールマイト今日来てないね。確かに。これは答えに一番近い人が正解。なるほど。ちょっとなんか書き方的に曖昧なんかな。ちょっと難しくなるんかな。はい、ということで行きましょう。三海賊団全員答えオープン。天才軍、マリンフォートレスのボスを倒す。ホットドッグ、マリンフォートレスのボスを倒す。ヌーブ、マリンフォードのボスを倒したら出てくる死ということです。はい。死?4 ってなんだ。はい、これどうですか、アナオさん。正解は。これは、ホットドッグ、倒すがない死。あー、ちゃんと死つけてますね。はい。ヌーブは死が邪魔だしって、あー、ヌーブはこの4っていう数字が邪魔だし。はい。天才軍が一番近いということで正解。パチパチ、おめでとうございます。戦争するか。落ち着け、落ち着け。落ち着け。お前らも理不尽なことやってたぞ。おい、ホットドッグ。お前人のこと言えねえからな、お前な。はい、じゃあ次の問題行きましょう。はい、次、ブロフル問題普通、デレレン。ブロフル界の三大将は誰でしょうか。はい、キョンシーちゃん可愛いね、なんかね。はい。そう、画像がちょっとヒートになっちゃってる可能性ありますね。え、ホットドッグ今誰もいないの。え、今ホットドッグ紹介まっぷり誰もいないの。あ、9人しかいないわ。9人しかいない。で、あ、いないだろ、行きますよ、行きますって。はよ、来いや、お前。うん、一番人多いとこだろうが、お前、ホットドッグよ、お前。何しとんねん、お前。はい、じゃあもう、行きまーす。はい、じゃあ、三海賊団も回答オープン。回答オープンしてください。はい、まず、ヌーブ、ゴツ、キョンシー、弟の3人。タルキチ、キョンシー、アルル、あと誰？弟。ホットドッグ、キョンシー、弟。申し訳ありませんが、あとはわかりません。え？動画見てないの？ RIP バナナ。はい、はい、ということです。はい、ということで、海軍、じゃあ答えお願いします。これさ、俺も疑問なんだけど、うん、何？キョンシーなの？キョンシーなの？だって。確かに、って、キョンシーの名前って何なの？結局。キョンシーなの？俺一応キョンシーって伸ばしてるんだけど。キョンシー、あ、俺多分動画でキョンシーって伸ばしてるぞ、多分。多分。あ、じゃあ全員不正解。あ、キョンシーなんだ。ちなみに誰ですか？答えは。弟キョンシーアルルだって。え、これどっちしても合ってる人いなくね？仲間の名前ぐらい覚えておかんといかんでしょ。ということで、はい、全員不正解。はい、第4問、デレレン。はい、このまま来ました。三大将の悪魔の実は何でしょうか？高校受験とか大学受験、なんか似てますね。類似問題みたいな、繋がっていくんですね。はい、さっきの問題と繋がっています。さっきが、弟キョンシーアルル。この3人の悪魔の実の能力を答えてくださいと。はい、いう問題になっています。はい、考えてください。俺でもわかるぞ。めっちゃ簡単な気がするよ。そう、動画見てるかつ撮影に参加してれば絶対わかる。じゃあいい？じゃあ三海賊団。はい、じゃあ全員答えオープン。お願いします。アワツキ、アルルが大仏、キョンシーヨミヨミ、弟もちもち。天才軍が、もちヨミピカ。ヌーブがマグキロもち。はい、ということで、はーって、ナオくん答えお願いします。三大将の実何ですか？弟くんがもち、そうだね。それみんな合ってます。キョンシーがヨミヨミ、まあそうだよね、合ってます。そして最後、アルルがキロキロ、そうですね。オールマイトの力をなくしました。はい、力を使い果たして、大仏からキロになってしまったと、はい、いうようなくだりがありましたよね。なんやとーって。はい、キロになっちゃいましたという流れです。え、見てないの動画。ねえ。はい、ということで、残念。はい、じゃあ、ここまでで今、第4問ですね。みんな不正解マジって。やばいぞ、ナオくん。こっからさらに、難しいでしょ？難しい、第1問、デレン。パート1で、グソクムシが引いていた悪魔の実は何ですか？わかんねえ。だから、ブロックスフルーツ界の第1話ですね。第1回目の撮影の時に、俺がさ、やったじゃん。悪魔の実を引いて、全員悪魔の実見せてくんないみたいな。これ、海軍みんなで結構優しめに作ったはずなんだけどってね。これまあまあ、例えばさ、動画案とかまあ見ないじゃん。もう時間が経ちすぎて。で、やっぱ特にさ、入ったばっかりの新人の子たちとかはさ、やっぱ自分が出てる動画とか、なんかブロフルはちゃんとチェックするもんなんじゃねえのかって思ったけどね。まさかの誰も答えられないっていうね。ちょっとなんか怪しいですね。なんか、あれじゃない？やっぱ入った瞬間、ちょっと気が緩んでるんじゃない？
特にホットドッグ以外のメンバーとかは、あ、自分はどうせ最後まで1ヶ月やれるから、まあ動画とか見なくて、まあなんか適当にやればいいや、みたいな感じで思ってるってことですかね。どうなんですかね。そうか。つまり、君たちはそういう人だったんだって。はい、来ました。エーミール、少年の日の思い出だっけ？はい。出るのが楽しみすぎてリリーさんみたいにハゲたって。ホットタヌキシ。はい。じゃ、三海賊団、何の悪魔の実か答えてください。どうぞ。はい、ヌーブ、木。天才軍、木。あ、全員黙々だ。はい、全員黙々。ナオくん、答えは？黙々。はい、来ました。黙々です。さあ、皆さん、それでは、約2時間半ですね。2時間半にわたって、やり続けた、はい、クイズ企画、これにてラストになります。ラスト問題。あと1問。海軍の掃除係である、ゴツくんの好きな悪魔の実は何ですか？来ました。ゴツくんの好きな悪魔の実。多分あれじゃない？悪魔の実ティア表だっけ？悪魔の実ティア表の動画かなんかで、ゴツくんこの悪魔の実好きなんだよねみたいな感じのことを言ってたんじゃないんでしょうか。最後はやっぱり一般常識問題を持ってきた。一般常識？本当なのか？はい。まあ、ゴツくんのまあ悪魔の実ティア表とか、これまだ動画上がってないんだけど、この時はね。ちょっとそこを頼りに皆さん考えてみてください。バナナ、今回は俺が答えるからな、だって。今頃動画のチャット欄には正解が溢れてる。本当かな？プレミア公開ね。本当なんかな？わかんないですけど。じゃあ皆さんいいですか？悪魔の実を答えるということで、皆さんじゃあ、三海賊団オープン！お願いします。はい。ヌーブ、キロ。天才軍、キロ。リーチオ。はい。ということですね。俺が好きってこと？はい。ということで、じゃあさ、あ、違う、違う、違う、あ、4段か。何山月。絶対正解にする方法を知っている。え、ゴツくんに直接聞くとか？今すぐ俺が持ってる実を食ってもらうことだ。え、でもあれだよ。ゴツくんの好きな実だよ。好きな実。お前問題聞いてないやんって。あれだよ。ゴツくんの好きな実だよ。これを好きにさせるって。何言ってんの？まあ、食えばいいんじゃない？ゴツくん、いいよ、食ってじゃあ。はい、食べました。ということで、じゃあ、この問題の回答に関しては、はい、ゴツくん。はい、好きな悪魔の実、何ですか？答えは、デレ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 ーン。何が冷え冷えだよって。はい、答え何ですか？みんな違う？ピカピカでしたピカピカ。え、ちなみにこれヒントは何だったの？ヒントみたいなのが出てたって何？なんか、うん。ゴツさんの言っていた言葉？あ、怖いねーみたいなのを言ってる？あの、過去に？あ、そうなん？今までのチャットに？ヒザルってことって、あ、今まで言ってたん？そのチャットを。言ってるわって、あ、本当？どこで言ってるかわかんないけど、なんかところどころ今日の撮影で言ってたらしい。あー、なるほど。そこから、ヒザルを予測せっていかんかったっていう。あー、はい、ということでしたね。うん。てか、顔が黄色い時点で分かろうよ、みんな。いや、大仏って思うんちゃう？ピカピカじゃなくて、それやったら。大仏説も唱えるんじゃない？それだったら。まあまあいいでしょう。はい、ということで、これにて以上でございます。4海賊団の皆さんお疲れ様でした。はい。じゃあ、今から、4海賊団の合計得点、1海賊団ずつ聞いていこうと思います。それで順位を出しましょう。はい、皆さん集計取ってください。はい、ということで、じゃあ、1海賊団ずつ聞いていきましょうか。はい、じゃあ、まず海軍、何点ですか？11点。じゃあ、ヌーブ、7点。じゃあ、ホットドッグ。ホットドッグ12点。天才軍10点。ということで、今回は、最下位が、ヌーブ海賊団の7点と。で、第1位が、ホットドッグ？ほんとそれ？ホットドッグ12点も持ってたんだ。ほんとかよって、わかんない。あ、多分これ、動画見たら多分出てくると、点数が。動画見たら多分点数出てくるんじゃない？多分。ちゃんと、計算、編集者さんが撮ってくれてると思うんですけど。でもさ、どっちにしてもさ、これ、最下位は揺らがんのちゃう？これ。単発企画さ、いつもヌーブじゃない？ただでさえさ、SK ゴッドキャット？多分この、SK ゴッドキャットがさ、あれなの、いろいろやらかしちゃったってのがあるんですけど、前回の、撮影の時はね。え、3号パイセンどうする？最下位。またこれは、剣か人かでしょうって、あ、そういうこと？一人を剣縛りにするか、一人を、まあ、どっかの海賊団トレードするか。あ、3号が剣縛り。いいね。まあ、今回だってリーダー入れてないもんね、まっぷりね。それでいいんじゃない ?3 号パイセン。下手にメンバー減らすよりは、3号パイセン剣縛りでいいんじゃねえか？残り半月。はい、ということなんで、リーダーが責任を取って、剣縛りになりました。次回以降、剣で頑張ってもらいますということで、
第2回ブロフルクイズはこれにて以上になります。皆さんは何問正解しましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は終わりです。皆さんお疲れ様でした。